じゃあ録画の方開始いたしました。本日の、目標シングル大会始めていきたいと思います。5月30日、5月は30と明日までですね。早えな。あーね、ちょっとね、今日はいろいろあってまあイライラしてもやべえけど楽しんでいきましょう。今日は5人かな、5人のリーグ戦。 FME さん、たくさん、アシアナさん、ロイさん、マロシさんとなっております。コチョ、レイブン、ベットマン、ソル、グムヘヒョン。あー、しかもヤクルトまた2週間ぐらい試合なさそうです。困っちゃいましたね。さあ行きましょう。たくさんのレイ、あーって言いますと、ここはブレーキ、バスター、ジャン S、2S、2敗者ら、グラザムイブルス。さあ角はバキュステ、バサー、もう1回ジャン S すかして下段、イエス、ファイケーからロマンキャンセル、ワイファイハンマーホール。さあ受け身を乗らせて、あとは対応したいところですが、立ち合いすらここは強気の投げを通しています。もうダッシュ自体に武器からね使いやすいですね。さあクラザーのインプレスは、わー終わっちゃったー。シュレディスブレイクですね、申し訳ない。投入で1本選手へ。FAB さんの持ち巻き。さあ第2ランドはジャンピーで落とす。結構やっぱ立ち回り時間かけて、まあ、触っていかないといけない。この逆にジャンプ D が判定強いんで、真下で対空すると潰されちゃうんで、横から対空したいんですけども、それに対してジャンプ D を合わせていく感じがあってですね。走飛んでジャンプ D は一発のみ、でかくて一発目が当たってしまった。2段目でこうダウンさせることができるんですが、ダッシュ投げ、バースト使ってシムレスベルク、さらにやはり動きを損ねます。 TS で止めて、どう前に出る。サウンドファイスがダッシュから出てきたところを殴っていきます。勝ったのは FAB さん。守るという意味を知らぬ時としてその気骨こそが。さあ B バンダイ終わるまで待とうかな。次マロシさんと、B バンダイの、負けた方をやろうかなと思います。そっか、 B バンダイ薄いんだから打ちちゃいいんだな。 Guilty Gear Exar Rev 2。 燃えているのはシャナさんですが、バースト使ってどうかな。何が当たったこれ。あ、リボか。ただ勝ちましたのはロイさん。はーい、こうか。あ、2-0でしたっけ、2-1。はい、2-1で、アシャナさんとロイさんが1-2。じゃあアシャナさんとマロシさん A 番台でお願いします。シファナさんで、タクさんとロイさん B 番台でお願いします。ここまでかな、 B 番台使うの。ここまでやればそんな時間かかんないと思う。アリーナ、さあ見ていきましょう。アシャナさんのベットマンとマロシさんのクメヘヒョン。マロシさんと私はヤクルトファンなんですが、ちょっと今年はね、最初は楽しかったんですが調子が続きます。さあ B タスクダメージ、受け身を狙う時間アンゲス、早め出しのアンゲスですね。これでスカッシュの場合ポンとかいう、さあバーストやってしまって、これ気持ち的にすごく分かります。足は弱くて長い、はやぶさがこのちょっと足もチュッと浮くんですけども、長い足払いで対応とかだし、イエス中断、
これはヒットしますが連続ヒットせず、ためてためて有利取って中段ガード空中ダッシュと逃げる。ボールが残っている、やばい素振り画面押し、あーとは有志黄色キャンセルが発生の速い 2P で抑えて2敗ジャンディーめくり判定もあります。走る走る走る、しかしジャンベス止めて前ジャンプ、しかし空中で対応 A タスクで少しタイミングずれたように感じましたが2件延期ですからしっかり B タスク、うまい、これは待っていた投げを入力したと思われるんですけどもカウントヒット、しかしゲージがなく、さあジャンディーからバーストを待って立ち回り苦しい、おおすごいところに当たった、これはちょっと反射的にボタンを押してしまったか、やばい潰し空中ダッシュの拾い直し、かっこいいおしゃれなカンボ、さあここはためずそのまま確認から潰して画面端に立ち合いからの B ダスクいけケース正面配置だから、これは取りたいジャンプですワックスの先に置いている、確かにイエス金イエス金イエス暴れ潰し、ここはガードしきったがリスクでジャッターアピール、さて B 番台は何対何でしょう、はい、あです、もう多分 B 使わないんでこの後全部A番台で移すと思われます、さあいいですね、立ち合いシンプルな枠が強い、ボール操作的にいいですね、さあ真剣だったがちょっとタイミング合わず、しかし読みは非常に良かった、さあ飛んでハヤブサめくりがあるが、ここはそれを意識したブリッツだったんですけども読んでいます、おいおおすげえな、バスケ選手もいける、空中戦 TS 拾い直し、金色ウィーとしっかりつながって投げている、気づいたら投げて、さあどっちだ、ダストが素で通り攻めスタート、中段ダストバースト覚醒も打てそうだ、しっかりとしばいて勝ったのはマロシさんのコメヒョンです。よかった、ね、試合数が少ない組なんで FAB さんと会長の受動組織だ、 FME さんのマロシさんかな、これで試合数並ぶかな、 A 番台で、この後は多分試合進行で全部やる予定です、この後はタクさんとタクさんと足花さんかな、次はさあ見ていきましょう、ポチョムキン対クムヘヒョンです、しかしでかいな、ほんとうおーそこ繋がっちゃうんだ、だからちょっと牽制めんどくさそう、沖のハイスラがクム側めんどくさそう、大きく引っかかる、しかし 2P 特殊攻めスタート、ジャンプ 2K を使っている、はやぶさハイスラを上から叩く形、前田博士対吉田剛ってかやばいな、ただの喧嘩にしか聞こえない、あーダブルじゃない、いやダブルアップ神経でした出なかったが返していく、ブリッジあーとここは勢いが死んだ、はやぶさあたりだったか、怖い、マスターはトリシューラガイガンがブリッチャージ前ハイピヨールかな、これさすがにまだ、うわピヨった逆転勝利となります、第1ラウンド FAB ボジョムキン、下はしゃがみハイスラ、そして画面端トリシューラということで完全に待ってましたね、これは確
かもガードされても嫌な状況には変わりない。さあこれは読んでいる、もっと保証の気に近いということもありまして、保証バスへの強化が少しうわーと停止線で避けている。あー保証バス、あれここは禁止にならなかったか、すごい微妙な距離だったですね。トリシューラー食らった方が安い、マイケル溜めて空投げ阻止、ジャンディで実はバウンドしているんですからの拾い直し。さあしゃがみ待ち、これどうだ、空中直下急にすげえ当たったな。助けから下段歩いて、ごめんなさい走って投げて下段下段真剣からボールを残して、これはポチョバス確定、タチピーヒートが入る中央、勝ったのは FAB ボショキン2対0。マジか、で続きましてたくさんアシャナさんいきましょう。 A 番台です。肉体や事象を操ることはできても誇りを折ることはオーバー、ギルティギア Who dares to enter the main Bet Raven ArenaBatman vs. Raven. Get ready to rock. Heaven or Hell. Duel. One. Let's rock. さあ見ていきましょう。グッドバイ、レイヴン。なんか立ち回りが空中にいるふわふわした感じの立ち回りになります。ダウンゲス、うわぁ、ハッシャイン、マイハイ刺して、イエス、ハッシャイン、ミニデジャブ、ハッシャイン、ミニデジャブ、中段はガードしていますが、攻めが終わるわけではありません、ダメージ。いけー、最初のヒット、ミニから歩き投げ、エンエス、ジャンケイ、ジャンエスからのシータスク。何度も言うんですよ、 S、ハイとか P とか K とか言ったのに A、B、C と言われても、この A とか言いたくなっちゃうんですよね、本当に困っちゃいます。長っ、助け、ミネス、タッチ、ハイ、1段目のみ、あんな感じになります。頑張ってボタンを連打するしかない。これガードしていない、ヒットから確認。さあラストガード空中追いかけますが、ラッキーを投げたのはレイヴン、ジャンピコーンがピカーンって光って滑り滑りからの中継、ここは着地からあぶれていきますがダメ、ラッシュピーが跳ねた人第2最初ラウンドですね。家庭用には確かに丸三角とかパッシュになってフーチャンにケッからの画面足掘っていく、フォーフット上げてました、まずいジャンプにケッ、ジャンエスを引っ掛けます、これも非常に落としづらい、シータスク振ってきてジャンピングでググラウザーもインクス投げて後ろが巻き込まれた、どうなってる、ダッシュ投げ通したかったな、たくさんのレイヴンです。健全道は有利であり恐怖だからね。2対1、足原さんの1、2、じゃあですね、3試合3試合ロインさんとマロシさんかな、私を消滅させられると期待したな、残念なことに我々は敵を負けるわけにはいかない。ロイさん、マロシさんやって、フェリーさん、アシャナさんやって、マロシさん、タキさんでやってって感じかな。 Who dares to enter the main? Kun Heiyo。
さあ開幕は早めさためてスタート。さあ試合から前ジャンプ見せつつ至近距離ハヤブサから出し上げダイオットスタンプの暗い逃げ、結構やっぱ反応するの難しそうですね。でもグランドバイパーもあるし下も意識しつつ横に逃げる行動、最初暗い逃げも見ないといけない。頭は一発、判定が2発分消えています。ガンフレームでさあかなりやりづらそうだ。ダメ出しチャンス、これはヒットを追いしすぎる。そのまま決めてまず1本ロイソル。やっぱ足払いな、めんどくさそうなんで早め早めの足払いで置きつつ、さあ下段ヒットよいしょよいしょ。ここで体力がすでに半分、あと足足払い、この足払いですね。ジャンハイがかなり厄介そうだが、イエス、今度グランドウェイバー潰してジャンプ2K、かなり展開の速いジャンプ2K までつないでいきます。ガード序盤はポルトで距離を離して飛んでいます。ハイアブサさあここで燃えてジャンハイからのバータイ、このジャンハイの後にバーストしてしまいました。ガードされてしまいました。ハーフフェイント飛びたいが飛ばせない 2P 止めて止めて打ち上げて取り返します。上海の引っかかり方がかなりポチョに近い引っかかりです。面白いですね。うぅー、ジョニケめくって正面が下段ガードしてハイストラインに刺さります。空中ダッシュ、これはリボルバー、オプス目はマイピーにピーを過ごします。ジャンケーにリボルバーでダウンを奪って上海返していきます。勝ちピヒト、次通ったらでかいのが飛んでくるので相当厳しい。ペラソッフリッツ、ここは2回目のフリッツはゲージありました。残っていた2段目、これはグランド警戒してしっかり重ねつつエンゲス、ハヤブサジャンプ2で吹っ飛ばせ、さあこれは簡単、ハヤブサまで。そして試合を押していたのはロイさんとですが、しっかりとねここは苦しくていきました。ワルフさんが勝利です。いい試合でした。はぁ、あ、嘘でしょ。どこやって FAB さんとアシャナさんかな。 A 万代ゲージ87元首2つ1ゲームオーバー。ここだけ勝てばいいってことですか。やばいですね、プレッシャーが。さあここまで3連敗ですが、最後抑えれば実質勝ちみたいな、ね、小学生みたいな謎ルールが発動。相手は YFAB さんとなっていますがどうだ謎に緊張感ありますね。さあジャンケン返す、ゴルバーストジャンハイビータスク画面足、うーちょっと手立ち見、よくここ判断しました。あーやばいやばい、ちょっと今日メンタルが足はいい。さあ更新だろお前と温かい言葉をかけられ、ああと行けるのか、行けてんのか、それは画面端注意ですからね。前はいブリッツ当てて、このラウンドはさすがに取りたい、取りたいがゲージ 50% 怖い。メガフィスト飛んでした、追いかけるジャーディー
バックしてからミニタスク使っていく、返し立ち配、ファースター怖いなー打たない、我慢したああもうなかった、ゲージがなかった、よく我慢しました、完全に信頼したバースト目だったんですが、そこは逃げたんですけどね、もうあれ以上逃げようがありませんでした。タシキンヒット、アシナさんがめちゃくちゃ静かにゲームやってるな、やばい、ポションギンマスター帰ってくるんだ、やばい、大丈夫かこれ、ピヨってしまってさあもう戦意喪失しているエンジェルでしたね。勝ったな、新皿でエフェミさんです。ボロボロですね、どうしちゃったですかね、なかなかない、アシナさんまさかの全敗となっております。あんなに A1 台で最後までの試合頑張ってたんですけど、ちょっと今日はなんかその前のテルル君との試合から壊されかけてたっていうのはまあもちろんあるでしょうね。さあ行きましょう、たくさんが今度ラスト、でたくさん丸さんラストの試合ですね、丸押しさんとたくさん、レイブン対キムヒヨン A 万台です。まあテルル君があのリバーサルのオーバーヘッドキスとかやってたりとかしたから、相当もうなんかそれ用の対策に心が染まっちゃってたのかもしれないです。さあ見ていきましょう、たくさんのレイヴンとマロスさんのクムヘヒョンです。現在3勝の FAB さんが抜けているんで、最終戦でロイさんと直接対決で、あ、けど2-0で勝ってきてるな、直接戦がかなり怪しいです。さあどうなる、やばい、ここで回そう、火力差がねかなりある組み合わせ、立ち回りはしなり滑るとか打ちつつを繋ぐだけど、結構この側飛び道具を操作できるっていうのがすごく相手の動きを見ながら下げたり出したりとかできるのがいいですね。あーこれ死にそうだ、うおー減った、やはりさあ第2ラウンド、手長っ、結構レイブンがこの画面外してタックとかやってるので2P、そして前ハイスラがめんどくさい、サブキャラ戦くらいは本当に浅い知識であるんですが、ここ真剣、さあ押しに行け、あー何それ総裁してる、あ死ぬ、ファースト防いで、あこれ死んだか、いやもう1点ぐらい大丈夫か、あーバースト神経さすがにそんな減らない、いや寄ってる、もう無理勝ったのはマーロスさんのクメヒョン、破壊力がやばすぎて2-0でした、寄っちゃったらもう無理ですね。さあこれで、ね、一応優勝がですね FAB さんとロイさんの試合でなんですが、ここまで得失点見てきましたが、直接対決となりますね、勝った方が優勝にします、めんどくさいんで、いやそっちの方が盛り上がるんじゃないですかね、いやせっかく負けたけどポイントで優勝ってのはなんかまあどうなのみたいなところありますし、なんかもう最後に勝ったら10万点ぐらいのノリでお願いします。というわけで、FAB さんが現在 2-0 で3連勝ということで、ここで多分、あのロイさんが勝っても得失点上は FAB さんが上回るんですが、帝特別ルールにより、勝ったプレイヤーには10万点入りますので、実質優勝となります、よろしくお願いいたします。オーレに勝ったのってやつですね、ゴンザレスってフロントリガーか、あー確かにゴンザレスに見えてきた。さあまあ主人公なんでね、さあハンマーホールがヒット、さあ伏せたん立ち合いかじゃあ、はい、いや一生しゃがんで避けた形になりましたが、オキシ攻めはかがし出しの S にタッシュ B、タッシュ B、 S タッシュ、はいガンダッシュ立ち、はいフェイント、ハンマーホール、トリシューラ、トリシューラ KS、はい
置き攻めスタート、ポリシューラー、これは暗い逃げの形。さあ着地はバックステップ、ダッシュが早いのはやっぱり面倒くさそうだ。そしてサイドがかなりリードしている。うわ、これは確定、足払いからリボルバー、置き攻め、ジャンエス 2P から上をここは意識させ、本命はどっちだ、ジャンハイ、ここは空中投げ防いでいく、空中投げ後ろから、うわ、バックステの先に戻ってきて、ジャンケーめくり、あーっとめくりボールか。ここはね、グランドワイパーよいしょ、こちょむきが解除しましたし、いやーちょっと今の炎の当たり方がかなりいやらしかったんですけども、ここはバーストに対してロマンキャンセル、まず1本 FAB パチョマキン。さあ空調種タシピー置いていますが、積み重ね燃えている、ジャンハイ、ジャンピー、ピーからマイピー、暴れつぶし見せて足払いで冷静に返していきます。ガードからタシハイ、ガード仕切っている、立ち合いしたらやっぱ考えとするとね、すごく痛いんですけど、走って何も押さなければそのまま止まってしまって、グランドバイパーに入すらまで入れてダメージアップ、一気に走り、うわー立ち合いか、いやー判定、これは前ハイか、間に合っている、リボルバー出して下段ヒット、危ない、これマスを使っていきます。いや読まれていたが、その上飛んでいます。ハンマーホールゲージを使わせます。しかし空投げバックステアミ、ライオット脱出、炎の前打っていく、エースリボルバーから足払い燃やして、どうなる、ゲージはあるが空中出し、どうしたか、ガンフレ削り、いや来い来い、ガードさせてーってね、結構相手を信頼した連携だったんですが、ヒットからちょっと確認ができず、しかし11体力が最後削れていました。じゃあはい、鉄がパイプ潰しだったんですが、1段目で総裁、2段目がカウンターヒット、よし、そしてバックステイ、そしてブリン強みの空中ダッシュ、じゃあ早出てる、画面の下かなり苦しい、タフにいる、確認、これはどうする、バスターかどうかというところで、これは無理をしません、投げている冷静、引っ掛けられればというところですが、ヒートバースを使わせる前に画面端でいこう、ジャンケー蹴り上げ、ジャンハイ、これは直感がしづらい、マイビーヒット、ジャンケー D 砕けろ、 TS ジャンディ砕けろで勝ったのはロイさんのソルトナリマス、おめでとうございます。というわけで1位の2位となって、脳みそも鍛えろ、一応得失点では FAB さんが勝利となるんですが、優勝なんですよ。そう、いや、じゃあちゃんと言っとかないと、じゃ悪いかなと思ったんで、ちゃんと俺はちゃんとプレイヤーの気持ちを考えてやらせて、というわけで優勝はロイさんが、10万3ポイントぐらいで優勝になります。おめでとうございます。めっちゃ嬉しい。いや、おめでとうございます。いや、いい試合でございました。まあちょっと、まあ特殊点の方は先に説明したんで許していただければと思います。はい、はい、ありがとうございました。 お疲れ様です。はい、はい、というわけでですね、本日木曜シングル大会、これにて終了となります。で、今週は塩酸のイベントがあるのかな、土曜かなあたりで、まあ帝の方は、いつも通り通常営業となっておりますので、初中級者大会 3-on-3 大会、まあ、ぜひね、遊びに来ていただければと思います。で、まあ、個人的に明日から、いつも金曜と日曜日が、ごめんなさい、金曜と日曜日俺休みだっけ、あ、休みなんですけど、ちょっと今週はずっと仕事で出てるんで、よかったら遊びに来てください。お疲れ様でした。